発生から5年が経過した東日本大震災と東京電力福島第一原発事故について、自民党が当時の民主党政権の初動対応を検証する新組織を設置することになった。谷垣誠一幹事長は11日の記者会見でこう述べている。5年経つとみんな少し冷静になってきて、いろいろな行政関係者などの発言も出てきている。なるほど、そういうこともあったのかと思うこともあり、しっかり検証し経験を蓄積しておくことが必要だ。今後松本純政調会長代理らを中心に作業に入り、数ヶ月で結論を出す方針だという。当時の菅直人政権の震災対応、特に被災者支援救援のあり方に関してはこれまで十分に論じられてきたとは言えず、この動きを歓迎した。官僚たちからはこれまでこんな話を聞いてきた。菅首相は地震発生から1週間かそこらは原発事故に全ての意識が向いていて、被災者支援に頭が回っていなかった。10日ぐらい経って菅首相から突然電話がかかってきて、あぶらあぶらあぶらといきなり怒鳴られた。どうやら被災地のガソリン不足のことだろうと分かったが、私は担当部署員でも何でもなかった。ドタバタ菅政権、菅氏らが行政機関のどのボタンを押せば物事がスムーズに進むかまるで分かっていなかったというエピソードは少なくない。震災発生から1ヶ月半が過ぎた頃、被災地出身の民主党の国会議員に菅氏以外が首相だったらもっと早く復旧は進んだのではないかと疑問をぶつけたら、こんな率直な言葉が返ってきた。私もそう思っている。折しもこの7月には震災発生から5日間の首相官邸と被災地の様子を実録形式で描いた映画太陽の蓋も公開されるなど、震災対応検証の機運は高まっている。当時の政府関係者らに取材したとされ、官邸政治家たちが実名で登場する。菅氏役を演じるのは俳優の三田村邦彦氏だ。佐藤太志監督が9日付の自身のブログで、あくまで中立の目線で制作させてもらいましたと記していることに注目している。ともあれ、原発事故をめぐっては政府、国会、民間、東電の各事故調査委員会がそれぞれ報告書をまとめているが、どれも政治家個人の責任追及が甘かった。当初から責任追及は目的としない畑村陽太郎委員長と明言していた政府事故調だけでなく、責任の所在を明らかにする黒川清委員長と表明していた国会事故調も甚だ物足りなかった。国会事故調の報告書は原発事故の根源的原因を人災と位置づけたにもかかわらず、こう続けている。人災を特定個人の過ちとして処理してしまう限り、問題の本質の解決策とはならず、失った国民の信頼回復は実現できない。当然こうした姿勢には海外から誰がミスを犯したのかを特定していない。米通信社、問題は人がした選択だ、米氏などと批判が相次いだ。自民党の検証には個々の政治家の責任追及から逃げない姿勢を望みたい。返せぬ朝日報道。ほぐせないのは自民党の検証組織立ち上げを報じた12日付の朝日新聞記事である。政局的な思惑、与党内から批判的な声も、民主党政権の対応より事故全体の検証に力をなどと否定的なトーンが目立つが、民主党政権の震災対応を検証されて朝日に何か不都合なことでもあるのかしら。